あの、兄貴。兄貴。俺のこと、怒ってますよね。はるかさんのこと。おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。南雲、ハルトは堪忍してつかさい。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと。あいつら坊ちゃんを奪った後、船に乗り込みよった。船って、それじゃ追いかけらんないじゃないですか。なんで曽我にすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子が土下になってもええんか。いいわけないでしょう。けど俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカタレ。今飯野のやつに船を用意させておけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあの遥さんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやっさんたちも向かっとります。はよ。おい、何しとるんじゃ。言うた、何しとるんじゃ。言うた、踊れ、ふぬけとる場合か。言うた、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、南雲。ユータ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一問二もなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃ、お前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に代えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがそん時は二度と俺の前に面見せんな。わしが言いたいこと、兄貴が全部言うてくれたわ。
兄貴、いいのが船を出しとるはずじゃ。じゃあいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもションベンも何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ、早う乗れやこのバカだれ。ええじゃろ兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。
確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、舛添はどうした？神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそう言うなよ、ただしら。しかし、坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ？のう、兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた。間違いねえ。あいつは広島に？誰がさらったにしても、黒幕は岩見つねおだろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだ？この尾道と西洋会とのつながりです。ん？雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく老はそこまで年取らんじゃん。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は老に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヒーハイツの日興ビジネスだよ。え？ヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ、クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも？そがーなこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配つの件にはクルス会長の息子岩見つねおも絡んでいたんですか？ん？ああ、つねおもロウと話す機会はあったろうな。そうか、それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうか、兄貴。ん？ほれ、アジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟老一道的徒弟深藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんならクルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持っとるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実るすか？大道寺。おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅうて。オイルショックもバブル崩壊も
全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって、どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより、広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、桐生さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。遥かが、あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちで遥を無事に取り戻してきます、親分。兄貴、ああ、お前ら行くぞ。
ですの。先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱っていますよ、キリュウさん。お前、半純気。ですが今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと、正確に言えばそれができるのはユウタ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。採用会のローを。殺すようにですね。なんだと。ユータ君なら父親であるローを警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々にはローの所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア外にあなた方が乗り込んでいった時、あのローが姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らは
ユータにローを殺させるためにハルト。期限は3日。ユータ君もローを殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか。まだ言葉も喋れない。一人で立つことさえできねえ赤ん坊。お前のスポーツマンシップとやらはどこに行った。男として美しくありたいとか抜かしてなかったか。くったらねえ真似する前に俺と蹴りをつける。半純期、こっから先お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だったら逃げずに受けろ。聞いてんのか。わかりました。桐生さんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。桐生の兄貴どうなったです。今の電話半純義からすよね。聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されねえ。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。すまん。ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。
足。おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、キリュウさん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見常雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見常雄でした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように裕太君に牢への刺客となってもらうためです。なら、なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても責めることはできないでしょう。
達川、なぜ遥かをわざわざカムロ町におびき出した。沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし雄太君を刺客として牢へ放つまでは、赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は、赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば、達川は彼女たちを岩見恒夫の元で監禁できたでしょう。しかし、だからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようです。そして、뭐 하고 있는 거야? 뭐 시 아の 時彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらが遥かを。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半純義、お前がそこまで話すってことは、俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですが、これで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、キリュウさん。望むところだ。これがジングオン派の最後の花火だ。最後の花火だ。Huh!
これがジングオン派の最後の花火だ。Duel!
待たせて悪かったな、ハルト。キリュウさん、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおも、ローも、その赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは妖明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。お？兄貴！キリュウ兄貴、ようご無事で。ハルトは取り返してきたぜ、ユータ。ハルト、怖かったよな。俺のせいでお前とお前の母ちゃんは。おう、やるぞ。もう帰るぞ。反純喜か。撃たれた？ああ、誰にどこから撃たれたのかは分からなかった。犯人はその後すぐに消えちまったようだ。そいつも常雄の手のもんだろうな。しくじった半純儀にけじめつけたってことか。撃たれる前、半純儀は尾道の秘密を隠しているのがクルス会長だと言っていた。
西洋界のローも尾道の秘密を気にかけてた。その秘密ってのは俺らが思っているより岩見常雄や西洋界の殺し合いに深く関係しているのかもしれない。ほいじゃあうちの会長が何もかも裏で糸引いとるっちゅうことですかい？いや、クルス会長と常雄の親子は別個に分けて考えた方がいいな。特に常雄ってのは見かけほど父親の言いなりじゃねえんだ。どういうことです？もともと会長は常雄に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の跡目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい、いつの間にか常雄はその小清水を手なずきしまって自分のいいように動かしてる。岩見常雄はありがちな野心家の二代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も苦い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういう？まあ茶飲み友達みたいなもんかな。え、ほんまですかい？年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもう会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。あの、それより兄貴、ハルトは今夜どうします？ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。いいんすか？ああ、遠慮なんかするな。ありがとうございます。キリの兄貴、今日はほんまにお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ハルトが無事でほんまによかったですわ。ここ最近初耳なことばっかりで、わしついていくのに必死ですわ。ただ尾道の秘密っちゅうのが何なのか、はよその正体を知りたいですわ。キリュウさん、常雄ったのはかなりのクセモンだ。多分懲りずに次の手打ってくるはずだ。気抜かねえ方がいいよ。はい、それでは親分、今日は失礼します。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。やあ、カズマ君、豆腐いかがですか？毎度ありがとう。またよろしくお願いします。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。
ありがとうございました。不思議なもんすね。兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、やっぱり自分の息子だって思うと、なんていうか、こいつを守るためだったら本当俺自分なんかどうなっても構わねえなって。そうか。俺はガキの頃ずっと荒れてました。物心ついた時には施設に入れられてて、ダチといえばそこの悪ガキだった辰川くらいでした。自分を捨てた親を恨もうにも、その顔も思い浮かばねえ。もうどうでもいいって思ってましたよ。そんな感じだったんで、広瀬一家の杯受けたのも辰川に誘われるままだったんす。あれは今思えば舛添と一緒になって俺を監視しやすくするためだったんすよね、きっと。でも俺は広瀬一家で初めて家族ってもんを感じたんです。広瀬のおやっさん、南雲の頭、松永の兄貴、田頭。その頃は辰川もマジで家族だったんす。小せえ所帯の組でも俺は広瀬一家のもんとして自分がいてもいい場所があるってのが嬉しかった。はるかもお前と似たような生い立ちだ。ええ、彼女から話聞く前からそれはなんとなく感じてました。人との距離感とか接し方とか、そういうの見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった。俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにその遥ちゃんが俺の血のせいでひでえ目に。広瀬一家の家族にも俺は遥ちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女と春人をかくまってくれた親さんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいんだお前は。明日神室町へ行きます。ん？西洋会に乗り込んでローと話をつける。ハルトのことも俺のこともきっぱり諦めるように話してみたいんです。簡単に済む話じゃねえことは分かってます。でもそうしない限りハルカちゃんもハルトもずっとつけ狙われちまう。俺も同じことを考えてた。え？お前は自分のその意思をはっきりローに伝えろ。そして奴がもしそいつを飲まねって言うなら、俺がこの手で西洋会を潰す。兄貴、俺とお前二人でケリをつけるんだ、ユータ。はい。
兄貴、南雲の頭たちに心配かけたくありません。カムロ町へ行く前に一言知らせときましょう。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。取らせやがって。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。おりゃりゃ。